藤田はパチンコに行く時の服装にもこだわりがあるという。ちょっと暗いこれセリーヌ。あ、セリーヌのシーン。はい、これもセリーヌ。高級ブランドや。これもなんでセリーヌ。やっぱ身なりを整えてるって分かってもらった方がやっぱ当たるし、今までおしゃれしてって言った方が当たってる。あとやっぱブランドのものをこうやって買うけど、例えばこれが今 C だからいいけど、セリーヌみたいにロゴがドンって入ってると、あ、この人お金を持ちすぎてるってなって、なんかそういう日は当たんなかったんですよ。表参道でそのセリーヌ寄ってから行っちゃった日はやっぱその紙袋を持っちゃってるからなかなか当たんなくて。パチンコ台にバレるからやっぱな、ロゴが大きいとか。ポーンじゃねえわ、ポーンじゃないの。でもおしゃれはしたい。で最近ゲットしたのがこのパチンコ玉みたいなハートのバッグ。うわーピコル、もうめっちゃパチンコ玉。でも普通にパチンコ玉関係ない。いけるの？ニコルマッキーやって。他の玉も何個かひっつくやろそれ。誰よりもやん。すごい、見たことない。ポーンじゃないのよ。藤田が入ったのはマルハン新宿店。よう行ったわここ。映えない？映えない。まあこんなおしゃれな子なかなか来ないやろうね。インスタで見たいな。ここで撮った方がインスタいいのにな。そんな藤田が一直線に向かった先は、何打つんやろ。海か。お母さんに教えてもらったんだ、王道かな。じゃあエヴァやりましょう。エヴァいいね。今のエヴァいいのよ。エヴァはパチンコから入るからな。でも前日26回で今日まだ1回しか当たってないんで割と当たりやすいと思います。あれだったら前日33回当たっちゃってるから、まあ当たって当たる台もあるけど、まあ、なかなか厳しいと。これ考えるよね。でもそんなハマりもしてない。ここが楽しいのよ。ハマったとしても500回転くらいだから、うん、ここの勝手な予想。入念にデータを確認し台を選ぶ。どれ座っても負ける。そうか、ハンドルがもうアーか。回るが、結局回る台が一番いいからね。するとアーか。普通にいるんだ、こうやってニコルンがパチンコ屋に。なあ、パチンコ屋おったら横にニコルンおる可能性あるってこと。これは美容の水です。エステとかで買える。やっぱ甘いもの飲むと当たらないから。そんなことない。水でストイックに。あと台こうやってさ置くね。置いとくのにもさ、知らない水だとかっこよくない。かっこよくありたいです。パチンコ屋でもやったらちゃんとモデルなんやな。相当やってるな、この子。初号機に、初号機に見られたいんだ。あ、台にってことですね。狂ったモデル。周りにじゃなくて初号機に勝つ。さらに水やバッグ以外にも手放せないものがあるという。金運のストラップを地方のロケで買った時に、そこから携帯にずっとつけてて、おこじょがついてたの。もう今残骸ないんですけど、この子がいたらめっちゃ当たるんですよ。シンフォギアの33回連チャンした時に取れちゃって、そのおこじょの分まで頑張りたいから、根元も取っといてる。ポーンじゃないのよ。ポーンがデカなってるやろさっきから。お金は持ってるので。そうか、あんま関係なくて、割と何だろう、気分転換っていうか、だから毎日同じお仕事してて、毎日同じ繰り返しだなって思っちゃう。パチンコが一番好き。パチンコ屋さん行くといつも違う演出見れたりとか、当たったり、まあ、負けたりもあるけど、パチンコだとまだ知らない気持ちがここにあるんだ。はい、そうです、そうです。人生の幅が広がったね。吸い取ってくれるから、ほぼデトックスみたいなもんっていうのは。分かる分かる分かるよ、ニコル。どんなエステ行くよりね。そうそう、エステと一緒。これはするとそこに、あれハマるかもしれないのかな。誰、どっちがいいと思う。
か口開ける人見たことない。初号機の顔を勝手に開く女性が、あんなの開いたらあかんよ。見て、意外にこっちかな。まあ一回お金入れちゃったからやってみるか。チャンスの時間、フルで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会員な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。